きだ。おい、何叫んでるの？何って、葵ちゃんへの愛に決まってるだろ。葵ちゃんが振り向いてくれないのは、まだまだ葵ちゃんへの愛の叫びが足りないからなんじゃないかなと思ってな。いや、全然違うと思うよ。じゃあどうしたら葵ちゃんは俺に振り向いてくれるんだ。そうだ、それなら恋に落ちる瞬間を徹底リサーチだ。というわけで、学校で恋に落ちる瞬間8選パート2スタートだ。よし、この答えがわかるやつ。はい、それは武者の工事サネアツです。素晴らしい。葵ちゃんってあんなに可愛いのに勉強もできて完璧だよな。そうだね。あ、噂をすれば葵ちゃん本当だって。葵ちゃん危ない。キュッキュン。完璧なのにドジっ子。いつもは完璧なのにドジな一面を見ちゃった時、いつもとのギャップで失敗してる姿がめっちゃ可愛く見えちゃうんだよな。胸キュン度 100%。 風邪つらいんだぜ。誰だ、人が風邪ひいて辛い時に。はい。葵ちゃん、どうしたの。ルイ君が今日は用事があるって言うから、高校同じだしプリント届けに来たんだけど。葵ちゃんが俺の家に。これはもう実質結婚。風邪で休んだ日にプリントを届けてくれた時、弱ってる時に優しくされると心に響くんだぜ。胸キュン度 90%。 いい香り。ズキュン。スーハー。この神聖な香りで深呼吸っと。いい香りがした時、シャンプーとか一緒なの探して使えば実質ずっと一緒にいられるのかな。胸キュン度 100%。 待って待って、こっちよ、早く捕まえて。あれ、ここは教室。おい、授業もう終わったよ。夢だったのか。夢に出てきたということは、葵ちゃんは運命の人。夢に出てきた時、夢にまで俺に会いに来てくれるなんて好きになっちゃうに決まってるだろ。まったく胸キュン度 100%。 届かない。え、届かないんだろ。俺が消してやるぜ。優しい男の子って素敵。黒板の届かないところを消してくれた時、やっぱりこういう何気ない優しさって身に染みるわよね。胸キュンさせたいの 80%。 ちょっと待った、これはゴーンズの妄想でしょ。よくぞ見破ったな、ルイ。ここからは女子編、俺の妄想だ。見て見て、ゴーンズくんってやっぱ足速い。ほんとね。はあ、熱くなってきたんだぜ。ふう、熱い熱い。見とれちゃうのよね。胸キュンさせたいの 70%。 もうプリント職員室まで運べって言われても、これ女の子に頼むって先生アホなのかしら。よいしょっと、これ職員室でいいんだよな。ご報告。荷物をさりげなく持ってくれた時、困ってる時にすっと現れる王子様に、女子は弱いものなのよ。胸キュンさせたいの 90%。 葵、今日なんかいつもと違う？そうなんだよね。なんだろう、ちょっと太った？違う。あれ、葵ちゃん髪切った？かわいいね。ちょっとした変化に気づいて褒めてくれた時、女子はいつでも自分を見てもらいたいものなのよ。少しの変化も見逃さないで。胸キュンさせたいの 100%。 なるほど、学校には恋に落ちる瞬間がまだまだこんなにもたくさんあったんだな。よし、早速一つ一つやってみるんだぜ。いや、やめといた方がいいって。その情熱はすごいと思うんだけど、そう簡単に葵ちゃんは恋に落ちないと思うよ。落としたい落としたい、うるさいな。もうそんなに落としたいの？当たり前だ。まさか何かいいアイテムがあるのか？あるよ。落っこたスイッチ。このスイッチは落としたいものを何でも落とせちゃうのだ。またそんなすごいアイテムを。何？さすがはペケッツ。早速アオイちゃんに使ってくるぜ。アオイちゃん、どうしたのゴーンジ君。俺と恋に落ちてください。え？アオイちゃん、もうはアオイちゃんを穴に落としました。まるっと穴じゃなくて恋。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。